はい、どうもこんにちは、きなです。1本前にアップデートの内容の話してると思うんですけれども、そちらの方でね、1日1回無料の宝箱がショップで開けられますよってなったんですよね。で、そこのアイテムの一覧を見れたはずなんですけれども、僕が先走ってね、引いてしまったので、ちょっと今回はギルドメンバーの方にあの写真借りてきまして、その一覧っていうのを少し見ていこうと思います。で、僕がですね、リスナーさんとかの中で出てきた、実際に見たっていうアイテムも最後に一覧文字で並べて見ていきます。で、非常にね、緊急で動画撮ってるんで、もう編集雑なのマジで申し訳ないということで、見ていくんですけれども、まずこの2ページやばくない？なんとね、LL マルチが出てくるっていうことで、マジでクソびっくりしましたね。で、あのちょっとアイテム被ってるところあると思うんですけれども、それはね、一つとして見てほしいです。で、LL マルチ600がね、なんとということで、こんなんどんな確率やねんっていう、もう天文学的な数字になってくると思うんですけれども、プラス LL マルチ100、これも出たら十分すごいですよ。で、マルチ Z パワーも、スパーキング100とか、なんか出るらしいですね。 EX200 とかここら辺出たらもう基本的に全部当たりだと思うんで、ぜひね、出た人はこの動画にコメント欄ください。で、他はですね、エネルギー類ということで、結構これも種類あるんですかね。エネルギー100、エネルギー10、30っていうことで、結構ね、同じアイテムでも区切りがあるみたいで、これ以降も見ていくんですけれども、すごく面白い内容になっています。次行きましょう。ドン。はい、あとはですね、続いてスロットリムーバー左にありますけれども、これめちゃめちゃでかいね。はい、1個とかは、結構出てる方いるみたいで、で、最大50個ということで、あれやん、980円のセールのやつやんって思いましたけれどもね。はい、これがワンチャン無料で手に入るらしいです。まあ、10個とかだったら割と理想的な数字だったりするんかなと思うんですけれども、まあリムーバーだったら多分基本的に全部当たりだと思うんで、喜んでいいと思いますね。で、右のページいきますけれども、プラチナコインフラグメントメダル、フラグメントメダル、ちょっとなんか一番外れまであるけどね、10枚はやばすぎない？で、金塊ソウルメダルってあたりは、まあ交換レート最近下がったんで、はい、うまいかなと思いますね。はい、ということで、続いてがスキップチケット最後になりますね。スキップチケットが、まあ、最低20枚なんかなもらえるっていうことで、まあ、デイリークリアするときに使ってやぐらいの、レベルになってきますけれども、まあ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 、ね、まあ100日貯めたら、2000枚とかになったりするんで、はい、無駄ではないと思います。で、冒険スロットキーってことで、まあ、これはレアメダルで一応交換するあれなんで、初めてばっかりの人とかは割と嬉しいかもしれないですね。という感じで、一覧をね、見ていったんですけれども、皆さんどんなやつ出たでしょう。本当に教えてほしいですLL マルチ出た人いたらガチでコメントで教えてください。で、最後に Twitter とか、あとは、LINE のオープンチャットとかで聞かせてもらったリスナーさんからの、まあこちらですね、確認できたアイテムっていうのを一覧並べてみたんですけれども、やっぱり基本的にエネルギーとか、スキップチケット当たったっていう人が多いんで、まあ半分以上の確率で多分そこら辺出てくるんかなと思いますね。はい、ということで、またなんかね、いいアイテム当たったりしたら、まあなんか動画にするかもしれないんで、その時は見てください。ということで、今回は、知らなかった人もいると思うんでね、はい、こちらの、まあ後から僕から出てくるアイテム一覧っていうのを見ていきました。お疲れ様でした。